ヘンリー一世、ヘンリー一世、ヘンリー愛、1068年から1135年12月1日は、ノルマン朝、第三代イングランド王、在位、1100年から1135年、ノルマンディ公アンリィー一世、アンディ愛、在位、1106年から1135年でもあった。通称は、赤学王、赤学王、ヘンリー愛、ボクレア、 イングランド王、ウィリアム一世、征服王とフランドルハクボードアン五世の娘、マティルダ、アルフレッド大王とマーシア王オオァの子孫の四男、ロベール2世、ウィリアム2世の弟、コニー、マティルダと、後に、プランタージネット長を開くヘンリー2世は外存にあたる。父の死後、長兄のロベール2世、英語では、ロバート、タンハカマコー、カーススというあだ名を持つが、 ノルマンディー領を三兄のウィリアム二世がイングランド王国を相続したが、ヘンリーは金銭のみを相続した。領地を持たない王子として兄二人の争いを助長したり、金に困ったロベール二世からノルマンディーの領地を購入したりし、影響力の増大を図ったが、ヘンリーの行動を警戒した兄二人が和解して、共同でヘンリーを攻撃したため、これに屈服した。 以降、ウィリアム二世の家臣として、委任辞長していたが、1100年に、ウィリアム二世が、狩猟場で亡くなると、直ちに王宮に戻って即位した。第一回十字軍に参加して、不在中であった、ロベール二世は、ノルマンディに戻ると王位を主張して、イングランドに侵攻したが、ヘンリー一世はこれを防ぎ、ロベール二世に王位を承認させた。1106年には逆にノルマンディに侵攻し、 ロベール2世を捉えると、ウェールズのカーディフ城に遊兵してその目をくり抜き、ノルマンディー領を手に入れた。海峡の両岸を抑えたことにより、イングランドを不在にすることが多くなり、大不在のイングランドを統治するための行政機構を整備したとされる。ヘンリー1世は、有能な支配者で、即位すると大検証、マグナ・カルタの祖とも言われる、体幹検証、チャーター・オブ・コロネーションを定め、 巡回裁判を広く行い、公正の死死、ライノフ・ジャスティスと呼ばれるように領内をよく治めたと、される。また、彼の学級的な態度からボクレール、ボクレア、赤学王のあだ名を持つ。さらに、サクソン王、エドワード・ザンゲ王の名の娘、マティルダ、スコットランド王マルカム三世の娘、幼名、イーリスと結婚すると、ノルマン人とアングロイコールサクソン人の和解を目指し、 エドワード残王時代の法の復活を宣言した。また、カンタベリー大司教をアンセルムスと和解し、ウィリアム二世の代から続いていた教会との聖職所人権問題を解決した。外交では、神聖ローマ皇帝ハインリヒ五世に、娘のマティルダ、通称、モードを、長男ウィリアムに、アンジュハクフルク五世の娘をそれぞれ結婚させ、これらと同盟を組み、ロベール二世の息子、 ギオーム、ウィリアム・クリトウ、クリトウは、ラテン語で寄港し、王族、王子を意味するを支援するフランスを売るい六世に、対抗した。また、ウェールズに侵攻し、これを侵入させている。聖職者再退、ニコライムスと、聖職売買、シモニアを取り締まろうとした、グレゴリウス改革に関して、聖職者再退に関しては、罰金を、貸しその罰金を、 対ノルマンディー戦に流用するつもりだった。しく、厳しく取り締まろうとしなかった。ヘンリー一世の側近ソウルズベリ司教、ロジャーなども再退していた。生殖売買に関して、俗人による生殖助人が問題となった大陸諸国の様子を踏まえて、司教助人の際に国王の同意が必要という条件だけを確保した。以前の王ートールと違い、修道士出身の司教よりも、 在属聖職者を司教にすることが多く、特に自らの小職局、大抵は宮廷礼拝堂付き司祭で働いた聖職者たちをノルマンディやイングランドの司教に出させ、その働きに報いた。このような施策により、イングランド王権は強化され、国内は安定したが、晩年には多い継承問題に苦しんだ。ヘンリー一世には20人を超える諸子がいたが、 相続権を持つ着手は、マティルダとウィリアムの二人きりだった。1120年、ウィリアムを船の遭難事故、ホワイトシップの遭難で失い、最初の日マティルダは1118年に死去していたので、新たな世継ぎを設けるためにアデライザー・オブ・ルーバン、娘のマティルダより一歳したと再婚したが、結局若い王妃は妊娠しなかった。このため、 ハインリヒ五世に先立たれていたマティルダを1127年にイングランドに呼び戻して後継者に指名したが、ヘンリー一世の死後マティルダは、夫のアンジュジョ・フロア4世、イボ兄のグロスターク、ロバート、ヘンリー一世の諸子と共に、いとこのスティーブン、ヘンリー一世の姉の子と王位を争い、イングランドを無政府状態、アナーキーに導くことになる。 ビタミン A を大量に含むことから、どう超えて摂取すると健康が愛し得る、やつめうなぎの料理の食べ過ぎで死亡したとされる伝説がある。マティルダ・オブ・スコットランドとの間に一男一女があった。1121年に結婚したアデライザ・オブ・ルーバンとの間には、子がいなかった。以下を含め20人以上の書子を設けた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。